はい、みなさん、こんにちは。ジャパニーズウィズゆかのゆかです。みなさん、いかがお過ごしでしょうかこのビデオでは N さんの文字語彙テストをしたいと思います。はい、で、今日はですね、りん。はい、大切な動詞を学習しましょう。全部で5問の問題を用意しました。 この問題を通して N3 のテストで大切な動詞をシェアしていきたいと思いますので一緒に頑張りましょう。はい。じゃあまず皆さんこれを見てください。はい。彼女は今何をしていると思いますかこの飲み物は何うん。お茶ですよね。お茶を何だろう。はい。 こんな会話があります。少し休みませんかお茶を、ふんふん、ね。はい。お茶を何と言いますかはい。1、2、3、4から正しいものを1つ選びます。読みますよ。1、作ります。2、入れます。3、入ります。 4、沸かします。はい。正しいものはどれはい。5秒で答えをシェアしますよ。はい。選びましたか正解はですね、皆さん,でん。入れますです。入れます。これが正しい。はい。お茶を入れる。コーヒーを 入れるもうセットフレーズで覚えましょう。入れるです。はい。作るというと、もうゼロからお茶を作る、育てるというイメージです。入るというのは、何かが入るです。いい例えば、えっ、ー、と、うん、駅の中に入るとかね。はい。そして、沸かすは、水を、 暖かい、暑いに変えるときに使います。なので、食べ物とかお茶とかを沸かすは言わないので気をつけてください。例えば、お湯、お湯を沸かす。水を熱くして、お湯を沸かして、お茶を入れますよね。いいかなはい、じゃあこれが二つ目、一つ目、二 <laughs> つ目、皆さん、 はい。これ、このものの名前、何というか知っていますかあの、布団じゃなくて、もっとふわふわして柔らかいもの。うん。そう、毛布と言います。毛布。はい。毛布ね。毛布。読みますよ。さあ、寝る時間だね。 今夜は少し冷えるみたいだから、暖かい毛布を何々寝よう。はい。暖かい毛布を何しますか ?1、閉めて。2、くるんで。3、置いて。4、かけて。はい。 いくよ。<laughs> はい。これはね、皆さん。かけてです。これも、布団をかける、毛布をかけるってセットで覚えましょう。いい毛布をかけるね。はい。他のオプションも見てみよう。閉める、ドアを閉めるとかね。言いますよね。くるむは、何かをこう、ラップするイメージ。例えば、赤ちゃんを毛布でくるむね。 置くは何かを置くですね。えー、テーブルに鍵を置くオッケー。カバンを置くです。はい。じゃあ、あとは、冷えるというのはちょっと寒くなる。寒いということですね。はい。あとは大丈夫でしょうか。はい。じゃあ次、3つ目いきましょう。おお、皆さん、彼どうですか中学生かな高校生かな うん、ユニフォームを着ています。この学生が。自転車に乗っていますね。ちょっと危ないね。はい。傘があります。はい。読みますよ。傘を何々自転車に乗るのは危ないよ。はい。傘を何々自転車に乗るのは危ないよ。1、刺しながら。 2、持てながら3、上げながら4、つけながらはい、いきましょう。傘を何でしょうかこの、このアクション。雨が降っているので傘を何て言うはい、いきますよ。 これは、刺しながらです。傘をさすって言います。傘をさす。これももう全部セットで、セットフレーズ覚えましょう。傘をさす。刺しながら、自転車に乗るのは危ないよ。危ないですよね。はい。それから2番、これ、持てながら。持てながらじゃなくて、持ちながらかな。持つ、持ちながら。 あげながら、何かをあげる。例えば、手をあげるとかね。何かをこう上にすることをあげるって言います。つけながら、つけるは何かをつけるですね。はい。うん何があるかな。えー、例えば、えー、あ、えー、ネックレスをつけるとかね。いいですかはい。じゃあ、4つ目いきますよ。はい。皆さん、これは何ですか ここに漢字で書いてありますが、皆さんはこれ持っていますか皆さんは、えー、と車を運転しますかはい。これは運転免許証ですね。はい。車を運転する人はこれを持って運転しなければいけません。はい。じゃあいくよ、問題。私が運転免許証を何々のは 18歳の時です私が運転免許証を何々のは18歳の時です。はい。1、合格した。2、受けた。3、取った。4、くれた。はい、どうでしょうか。運転免許証を何だろう いいですか答えシェアしますよ。これは、ドゥン、取ったですね。はい。免許証とか何かのライセンスを取ると言います。例えば、免許を取るですね。はい。あ、これ、これは違う感じの取る、こっちの取るですけど、まあ、e a photo もありますね。取る、同じ取るですね。はい。なので、えー、取る、取る。 はい、えー。免許を取る、資格、サーティフィケートを取ると言います。じゃあ、他見てみましょう。合格するというのは、試験とかテストパスする、合格するということです。それから、受ける、受けるというのは、はい。テストを受けるとか、試験を受ける、授業を受けるという時に使いますよ。 はい。そして今、2つの取る。違う漢字の取るがありました。それから、くれるというのは、他の人が私や家族に何かをくれるということです。いいですかはい。なので、えー、これもね、セットフレーズ。えー、サティフィケイト・ライセンスを取るです。取る。ケー。はい。じゃあ、5つ目いくよ。はい。皆さん、見てください。このかわいい人が。あちゃーん。 そっかそっか。すご。うんうん。へえ、なるほど。と言っています。皆さん、このような言葉って日本語で何というか知っていますか日本語はね、これがすごく多いですね。うん。はい。これね、ちょっと難しい漢字、難しい言葉ですが、合図ちと言います。 はい日本人はねよく相づちこれがあるかなうん。はい。この相づちというものを日本人はよく使いますがはい。じゃあ最後の問題いくよ。田中さんはああうんうんと相づちを何々ながら話を聞いていた。田中さんはああうんうんと相図値をを ながら話を聞いていてたはい1ため2だし3引き4打ちはいこれもねセットフレーズ何かないいですかはいじゃあこれ答えシェアしますこれは合図を 打ちながらですこれもね全部セットで覚えて相槌を打つですね。相槌を打つというのは「ふんふんふん」へ「ええやばいねー」とかこういうの。なんかこの小さいリスポンス小さい反応を相槌を打つっていいます。はいそして他には「ため」ためる「ためる」「ためる」っていうのは例えばお金をためるとかね。 水をえ、バケツに水をためるとかね、言います。それから、出す。出すは何かを出す。ゴミを出すですね。引く。これは何かを自分の方に持ってくるイメージ。あとは、えー、数学、math のサブトラ c トも引くです。例えば、1、引く、1は0ですよね、皆さん。まあ。 1-1="0」1> 1。1-1は0ですね。はい。それから、えー、セットフレーズでよく使うのが、風をひくですね。風をひきました。熱があります。to catch a c いいですかはい。じゃあ皆さん、今日の大切な動詞、どうでしたか何問ぐらい分かりましたか全部ね、これセットで覚えましょうね。 お茶を入れる毛布をかける傘をさす免許証免許を取るあ t トゥこれブテイになってるおブテイですねはいそしてはい相づちを打つ風を引くこれ全部セットで覚えましょう はいじゃあ皆さん今日のレッスンはここまでです。今日のレッスンが良かったよっていう人、チャンネル登録、ベルのお知らせ、それからシェアよろしくお願いします。はい、もっとゆかさんと勉強したいですという皆さんは、えー、下にパトレオンのリンクがあります。そこでもっとたくさんのテストがあるので、よかったら参加してください。それから、えーと、 プライベートレッスン興味がありますっていう人も下のリンクから、えー、メッセージをお待ちしています。はい、それでは皆さん今日のレッスンはここまでです。最後まで見てくれてありがとうございました。今週も元気に過ごしてね。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。